吉田さん、ちょっと逆光で顔が黒く映ってますけど、ご容赦ください。これ、一風堂のラーメンです。この一風堂のラーメン、食べ続けて4日目なんですけども、速稼塾についてのお問い合わせがありました。別に売り上げになったわけではないですけども、一風堂というね、キーワードで私の動画をたまたま見に来たそうなんですよ。それで他の動画を見てみると、結構真面目なことを喋ってるなとかね、ビジネスのことを納得するようなこと言ってくれてるなってことでメッセージいただいて、速稼塾ってのは何なんですかっていうふうにお問い合わせいただいたんですよ。で、今ね、速稼塾ってのはこれこれこういうふうな塾で、こんな実績があって今塾生さんはこれでこれいますよっていうふうなお話したんですよ。で、情報ビジネスっていうのはとりあえずきっかけを作ること、出会いを作ることがどう言っても一番最初なんで、私はね、自分の生活の全てとか、それから考えていることの一部でも、食べてるものの一つでも切り取って動画にしてお送りしてるんです。そうすると必ずご縁ってできるんですよ。で、実際できたじゃないですかっていうお話したんですよ。まあそんな感じでね、情報ビジネス最強なのはそうだと思います。結局何もかにもが情報になるんですよ。いわゆる情報ビジネス一点張りと、内容は何でも OK みたいになるわけですよね。もちろん得意分野の情報でずっとね、 FX の FX で放送してるのはいいと思うんですよ。でもそれだとやっぱ強烈に FX で自分よりも強い人がいたらやっぱり勝負負けしちゃうんで、やっぱりね、いろんな方面から、なんか情報ってものをねアプローチしていって、そして情報を受け取った方の一番、気になっているものにこうコネクトしていくっていう順番かなと思います。ということで、いってらっしゃい。